やだ、お前マリオの新しいゲーム発売されたんやけど買ったか。え、ま、マリオのゲーム、あー、もちろん、もうずっと前から予約してたよ。いいな、私もマリオのゲームやりたいな。あとこっちいいな。え、あ、兄ちゃんはマリオのゲーム買ってないの？だったらさ、買ってもらえばいいじゃん。私はお金ないし、ママにはこの前新しいお洋服買ってもらったばっかりやしな。誰かマリオのゲームくれる優しい王子様みたいな人いないかな。そうなんだ。王子様現れるといいね。じゃあ僕はこれで またね。おい、ちょっと待ってよ。そのマリオのゲーム置いてけよ、王子様。え？何を言ってるの？ダメに決まってるじゃん。というか、僕は王子様じゃないし。はあ？お前せっかく王子様にしてやろうってのに、断るのか？王子様になりたいやろ？王子様じゃなくていいから、やめてよ。うるせえ！とっととよこせ！ひどいよ。ひまわりも楽しみにしてたのに。これでゲーム代が浮いたな。せや、余ったお金でお菓子で向かって食べながらやっから。ただいま。もうひどいよ、アイジちゃん。あ、おかえり、イカちゃんに。どうだった、マリオの新しいゲーム買えた？あ、ひまわり。あ、マリオのゲームさ、やっぱり人気じゃん。だからやっぱり売り切れてたんだ。あ、しょうがないな、残念だけど。そうなんだ。仕方ないよね。マリオ人気だもんね。けどおかしいな、昨日ママと買い物してた時にはマリオのゲームいっぱい売ってあったんだけどな。え、きっと ひまわりの見間違いかなんかだよ。ていうか、それよりさ、お兄ちゃんお腹すいたな。そろそろ ご飯にしようよ。そうだね。それよりカチャにお金返して。あ、うん、そうだよね。お金あれ、お金ないな。どうしちゃったんだろう。あれ、何それ、どういうこと？課長にめちゃめちゃ怪しいんだけど。あ、もしやママからもらったお金別のことで使ったんでしょ？違うよ。お兄ちゃんがそんな嘘つくわけないでしょ。じゃあお金どうしたのよ。マリオのゲームだってないし、まさかアーミちゃんに奪われたわけじゃないしさ。聞く、ごめんなさい、ひまわり。お金はちゃんと返すからさ、ママには言わないでよ。やっぱりそういうことだったのね。うん、お金なんて返さなくていいよ。それより課長にアーニちゃん家に行くよ。え、アーニちゃん家に何しに行くの？決まってるでしょ、ゲームを取り戻す以外に何があんのよ。はい、あの女を懲らしめてくるんだから。よし、行けばいいよ。許してくれるよな。あ、
うん、反省してくれるなら、もういいけどさ。こういう時だけこの人は潔いんだから。さあ、カチャリ、帰ってマリオでもやろっか。うん、ありがとう、ひまわり。